今回はインスタントリプレイという方法について説明したいと思います。インスタントリプレイというのは、よく、テレビなどであると思いますが、例えば興味深い場面があったとします。そうしますと、その部分をスローで、直後にスローで再生するして、もう一度確認するという方法です。これをインスタントリプレイと呼んでいます。例えば、この辺りからこのように選択します。そしてこの部分をスローで再生したいと、直後に、この場面が、この映像が流れた後、直後にスローで再生したいわけです。その場合にはクリップメニューのインスタントリプレイという項目がありますので、インスタントリプレイというメニュー項目を選択し、サブメニュー項目から、その速度を選択します。半分の速度にする、4分の1、10分の1とあります。 50% で半分の速度になりますので、これを選択します。そうしますと、このように、先ほど選択した箇所の後に、直後に、インスタントリプレイという箇所が、ビデオクリップが付け加えられます。これは、先ほどの選択の、2倍の長さになっています。というのは2分の1の速度だからです。見てみますと、このように、終了した後、再度インスタントリプレイということで、ここに先ほどの場面がスローで、再生されているわけです。この場合に、注意していただきたいのは、先ほどの前は、インスタントリプレイを作成する前に、このトランジションですね、これが 1.5 秒です。しかもこれは、ハーフになっています。つまり、このビデオクリップの 0.75 秒と、このビデオクリップ、トランジションを削除すれば、その半分の 0.75 秒がこのビデオクリップに、後にくっつくわけです。またこちらの方にも 0.75 秒後にくっつきます。ところが、先ほどの操作を行いますと、このように 0.75 秒くっつくわけです。そしてトランジションはこの最後の方に2つ目の、後にくっつきますので、こちらの方も、0.75 秒の2倍の速度ですので 1.5 秒分増えているわけです。ところが、こちらはまず 0.75 秒削除しましょう。 0.75 秒というのは、24フレームで言えば、12の6ですから18秒ですね。18コマです。18コマはここで減らせばいいわけです。そうしますと、このように、あっという間に、0.75 秒減らして最初のタイトルと、うまく同期できます。こちらの方なんですけど、こちらの方が問題としては今度は 1.5 秒削除しなければいけないはずなんですけど、ここで、トランジションで 0.75 秒使っていますので、こちらも 0.75 秒の削除で済むわけです。ですので、先ほど同様18コマを削除すればいいわけです。このように削除すれば、先ほどとこちらと、同じ箇所で、削除できたということになります。あとは、タイトルをこのように、黄色い線、縦線が表示されるまで、短くしますと、ドラッグして短くすると、このように、うまく表示されます。今、このビデオクリップの上にポイントを置きますと、ここに、亀の印が出てまいります。これは、スピードダウン、スローダウンしたということで、スローモーションということを示しています。そして、右側を向いているので、正方向にスローダウンしたということになります。スローモーションになっているということになります。あと、重要なのはこのタイトルの編集です。クリックしますと、ビューワーで、タイトルの編集画面になります。ここで、簡単に、タイトルを入力し、終了すればダウンをクリックします。そうしますと、このように、簡単なインスタントリプレイが完成するわけです。
エコノミーすれば、ゆっくりと、落ちる部分が、表示されると思います。こちらも、このように、変更してみましょう。このようにすれば、簡単に、変更できますし、また、ここをダブルクリックして、以前に、前回見たように、スピードをこのように、変更することもできるわけです。例えば、これを 40% にしたい場合には、40とか、あるいは 25%、30とか、このようにすれば、どんどん、このように、ゆっくりと再生が始まります。で、このように、自由にカスタマイズすることはできるわけですが、これらを一挙に行ってくれるのがこの、クリップのインスタントリプレイで、その後の微調整はが複雑になりますが、どちらにしても、即座に、手動再生が見られるということで、非常に便利な機能ではないかと思います。